大英博物館図書室は、大英博物館の敷地の中央部、中庭内にある図書閲覧室。大英博物館図書館とも呼ばれる。1857年に建設されてから1973年までは、大英博物館図書館の閲覧室として、それ以降は1997年まで、大英図書館の中央閲覧室として使われていた。図書室は、 広大ドームを持つ円形の大広間で、閲覧室を取り巻く周囲の外壁に沿って、開花図書の書家が設けられている。かつては周囲に、大英図書館の閉鎖式書庫が併設されていたが、現在は図書館機能の中心が、セントパンクラスの大英図書館新館に移行されたため、取り払われて、大英博物館の屋根付き中庭となっており、閲覧室のドーム棟だけが残されている。 大英図書館図書室は、大英博物館図書館の主任司書であった、アントニオ・パニッツィのアイデアに基づいて建設された。この閲覧室が、大英博物館図書館、大英図書館であった時代には、入館して利用できるものは、許可を得た研究者だけに公開される原則であったが、実際にはかなり広い範囲の研究目的の利用者に、解放されており、チャールズ・ディケンズ、オスカー・ワイルド、 ラドヤード・キプリングなどの著名な作家に利用された。外国人でこの図書室を愛用していた者も,も多く、イギリス滞在中のカール・マルクス、マハトマ・ガンディ、ウラジー・ミル・レーニンが通ったことは有名である。特にマルクスは、ご半生の30年以上のロンドン滞在中ほとんど、毎日のようにこの図書館に通い、資本論をはじめとする著作をここで書き上げ、例来消しといった、 博物館関係者とも親しくした。日本人では、江戸幕府の建合施設団に随行した旗本の福沢幸知が訪れて、西洋事情で日本国に近代的図書館の制度を紹介した。明治以降は、ロンドン滞在時代の港方熊楠が通っていたことで、よく知られているが、政府公式の留学生であった夏目漱石は意外にもあまり利用していなかった。また、 国立の総合博物館に図書館が併設されるという発想は明治期の日本の文部省に大きな影響を与え1872年に文部省博物局に設置された書籍館のモデルとなったこの書籍館が現在の東京国立博物館資料館や国立国会図書館の源流である1997年に 大英図書館の中心館としての機能がセントパンクラスの新館に移された後、グレートコートの改修を経て2000年に図書閲覧室として一般に開放公開された。現在では大英博物館と同様に全ての人が無料で入館することが可能である。ありがとうございます。